大阪市立エビエニシ小学校は大阪府大阪市福島区にある公立小学校。戦前の外交関係が緊迫し始めていた1927年にアメリカから送られた青い目の人形が1989年に発見され話題となった。また校内には21基の水槽で淀川水系の魚約30種類を飼育する。 エビエニ水族館が整備されている。西成郡詐欺ス第一尋常小学校から分離する形で、当時の西成郡詐欺ス町で3番目の公立小学校、西成郡詐欺ス第三尋常小学校として1914年に開校した。開校の際、詐欺ス第一小学校の塚本文庫を、詐欺ス第三小学校文庫として継承している。文校は、 淀川北岸の詐欺室町をあざ塚本もび、エビエ神経在住の一の二年生児童が通学していた。文庫は1924年に、西成郡詐欺室第五尋常小学校として独立している。1924年には高等科を併設し、西成郡詐欺室第三尋常高等小学校となった。翌1925年には詐欺室村が、 大阪市に編入し、大阪市詐欺室第三尋常高等小学校と称した。また1933年には、校区の一部を、新設の大阪市詐欺室第六尋常小学校の校区へと分離した。1934年9月には、室戸台風の被害に遭い、一部校舎が使用不能となった。このため校舎復旧までの一時期、 三部授業や詐欺師大、六小学校の教室の曲がりを行っている。1940年には詐欺師地域の各小学校に設置されていた高等科を集約して、西淀川区浦工場三丁目、第二本坊石社宅跡に、高等科単独の小学校、大阪市詐欺師高等小学校を新設した。これに伴い、高等科を詐欺師高等小学校へと移管している。 サギス高等小学校は学生改革で廃止になり、跡地は大阪市立八坂中学校となっている。1941年には国民学校令により大阪市エビエサイ国民学校と改称した。太平洋戦争の選挙区悪化により1944年以降、学童集団疎開を実施することになった。大阪市の国民学校では、各行政区ごとに、 疎開先の府県が指定され、福島区の国民学校では、広島県方面への疎開が割り当てられた。エビエ西国民学校では、広島県三木郡市村、河内村、上川辺村、今津の村及び下川辺村に疎開を実施している。学生改革により、1947年に大阪市立エビエ西小学校となった。 戦後70年米国から日本に渡った青い目の人形大阪市立海老江西小学校。ありがとうございます。